完全にポンプだ全然カーブに見えなかった。あのクラスじゃない。妖怪かなっていう人間ではないんじゃないかはあると思う。それはもう。はい、皆さんこんにちは。セノンプレゼンツ、ベースボールペディア。神田は開始です。今日はこの4名で、お送りさせてもらいます。すごいな、でも、すごいね、OB クラブだとスポンサーつくんだね。はい、ありがとうございます。いや、すごい、すごいですよね、今。はい。これだ、会社。そう。違うよ。違うだ。違うから。違うだろう。みんな、分かってますかね、デーブ、高橋聡さん、中村武史さん。という形であの全員同い年でね、同級生を、はい、集めた。こんなのいや本当にそうです。1、2、3ね、1、2、3、8、1月生まれ、2月生まれ、3月生まれ、俺8月生まれ、俺一番下になるじゃん末っ子7、3、4、ね、はい、はい、というわけで、はい、まあ先ほどはちょっとデーブの方のね、うん、チャンネルの方でコラボという形でやらせてもらったんですけど、はい、まあいろんな話が出ましたが、うん、はい、ちょっと真面目な話、うん、やりましょう。スポンサーついてるし、うん、OB クラブだから、ね、そうです。セノン様が、うん、あのベンチのドアミラー壊したのがいい。なんかこれぞなんか元プロ野球選手の話なんか。あ、したい、そういうのしたい。本当ですか？いや、そこは本職だもん。そこは本職。まあ、お笑いじゃないから。しませんよ、そんなの。今日に限っては。じゃあスポンサーがいるもん。どこですか？はい、スポンサー。セノン様です。さっき噛んだからね。今すごい、本当すごい、セノンさん。セノンさん。俺もセノンさんしか頼んだことないものを。もう、警備会社ね。どこ行っても。ああ、警備会社。どこ行っても看板守ってくれるもん。東京ドームドーンとあります。すごいですよ。なかなか。今ぐらいでいいですか？これぐらいで。じゃあ、うちの方も案件ちょっとお願いします。案件。はい、というわけで、じゃあ、みんなに聞きます。はい。はい。ナンバーワンピッチャー、同世代ぐらいの。同世代ぐらいの。これ、早かったとか、こいつの変化球。え、それは打席取って？まず、これ2つ。ああ、なるほどね。でも、取ったことないでしょ。取った。俺はない。ないないお互い取ってるから。ああ、そうか。うん、じゃあ、まずバッターとして考えてみようか。バッターとしてすごい。じゃあまずデーブ。すごいピッチャー。ナンバーワン。同世代。まあ、大体俺らの上下。ああ、まあ、佐々木かな。あ、やマジ。もう、隠れてたもん。代打になりそうな時は。ああ、俺も一回佐々木っていう時に、佐々木来たぞって時はもうなんとか逃げとこうっていう。あ、何が？フォークもいませんみたいな。だから、フォークはだって俺か、当たらないもん、あれ。当たらない。うん。一回落合さんに、佐々木の、あれ、フォークどうやって打ちます？まっすぐ半ですか？フォークなんですか？カーブだと思えばいいんだって言われて、すんげえこと教わったと思った。カーブと思えばいいんだと思って来たら、まず、完全にフォークだった。全然カーブに見えなかった。やっぱあのクラスじゃない。出川やってる？やってる。あ、だから俺そのイメージわかる。カーブの。あ、そう、すごい。なんか天才肌なんで、そういう顔してるけど。こっちじゃない。あ、そうなの？こっちのは、のもちゃん。のもとか、いらずのイメージ。大魔神のこれはもうカーブと思ってた。あ、だから。でもあれ、横から見てるとカーブ軌道みたいなの落ちるもんね。そう確かに。あと、塩崎の進化。あ、進化。あれもカーブ。いっぱいいるじゃん。そうだ、そうよ。ピッチャー。打率がね、なかなか上がらないわ。そんな当たってない。いや、今言ってみたらすごいもんね。どっちかで張ってる方がいいと思う。カーブ。ああ、マジ。うん、カーブのイメージでフォークを待つってこと。ラフはどうだったの逆に。いや、だからあそこで100万円。まっすぐガン、あの、ムシムシムシ。早いよな、これ、ね、これ待ち。これのカーブ待ち。カーブイメージ。狙って当たる。当たった。すげーな、まあ、ライトフライかなんかだった。俺は、あの、先発やってた時は、うん、バットには当たってた。先発もやってたもんね。あの時はバットには弱かった。でも、抑えの時は、まあ、いつも代打だったから、うん、佐々木が来る時は、うん、負けてるし、8番だし、ああ、なるほど。だから違うわけですよ。代打出されてた？出されてた。ラッキーだね。ラッキーだね。でも5打席ぐらいあった。全部三振です。もう最後考えたんです。一回も振らずに、立っとこうって決めて入って、3-2 まで持ってたけど、結局三振。最後はなぜかこう、やっちゃった。振りに行っちゃった。結局ボールだったんだけど。ダメだよ、振りに行っちゃった。いや、これ岐阜の長良球場で、もうそこまで我慢して、待ちはフォアボールだったのに、
何個もこう曲がさせて、行っちゃったら、しかもすごい中途半端なスイングで、俺はノースイングだと思ったんだけど、審判がスイング打っちゃうから、審判で一応、わー、文句言ったら、ベンチ見たら誰もいなかった。すっごい寂しかった。もう帰ってた。そういうことがあったな。え、じゃあ、たけしは誰？俺はもうナンバーワンはもう、桑田真澄。あ、そう？そういうもんなんだね。俺らは受けてると、もう、うん、もう晩年っちゃ晩年だったから、うん、いや、なんでこれが、いや、コントロールはすごかったよ。うん、だって、ブルペンで眠くなるんだから、本当に。ああ、コントロール良すぎて。本当に眠くなるの。いや、それも、ああ、それ撮ってるからだよ。だって俺も撮っててすごいピッチャーって、そんなに、なんでこれみんな打てないのと思う。思うでしょ。撮ってるから、うん、それをすごいって、なんえすごくねえよなっていうのが正直だったの。桑田があれでもう18勝とかなんかしてる時の、まあ、総合的にも桑田真澄以外誰もいないんじゃないかな。へえ。ただバッター立っても怖いよ。あそう打つもん。ああ打席立って打つもん。はいね、なんか守備もなんかうまいし、うまい、うん、走塁もスライディングも普通にうまいし、だってあれだけユニオームドロドロの先発ピッチャーで完封するやつあんまりいないよ。もう同情するというか、もうすごいしかない。確かに大谷並みだわ。投げるやつすごいし。ちっちゃいのにな、体。そうそう、大きくはないんだよね。うんうん、だからもうピッチャーとしてもそうだけど、野球選手としてもすごい。うん。うん、デカは？一人だよ。いっぱい出てくるの。いっぱい出てくる。いやそれだから誰につながんねえって。日本だよな、日本だよな。日本やっぱイラブかな。ああ、俺もかぶるな、俺も。俺もイラブは、取ってすごいなと思ったのは、まっすぐの速さね。うん。ダントツイラブ。ブルペンで取ったとかね。うん。イラブどこで取った？日米かね。ああ、そういう時だ。なんかそういう、うん。そういうところで、東京ドームで取って。で面白いのが、いざマウンド立つとボールがすっげえ遅かった。いや、千葉マリンだと下宿があって。俺は少年野球以来の 1,2,3 で打ち行ったの。打てたの？打てない。あれタイミング取りづらいんだよね、うん、ほんで156、156、150のフォークで終わりだった。ファール、ファール、ピッと。イラブ得意だったら。ファームで当たってた、年中ファームで。もう俺、カモだった。早かったでしょ。俺、早いの好きだから。教室だから、基本は。違う。教室でも、なかなか当たんないでしょ。当たらないと思う。イラブって、裏は、ロッテ裏は知ったこと、うん、ったことある。俺、あそこ上下打ったことあるんだから。イラブのフォーク、ガンって。あネット越えたことあるの。高い方の。新幹線の方行ったんだ。あれが一番飛んだと、この新幹線当たんじゃねえか。あそこ越えたの。左の高い方のネット越えたの。すごい。俺、でも全然関係ない話だけど、うん、デイブの打ち方大好き。うん、なんか今考えれば今風の打ち方だもんね。そう。なんかこう、こういう感じで。なんか東京ドームで このイメージだけなんか今でも覚えてる。今風ってなんだ？いやいや、あの、漫画でも描けそうななんかね、こういう打ち方で。うん、なんか昔こう上から行けとか言われてた。出かけね、出かけね。ちょっと内股だよね。内股だよ。かわいい、ね。でかもう、でかもう、これしか、これしか。でか、ドンだからね。ドンで割れたもんね。ものすぐないもんね。でか2キロぐらいあったと思う、バッて。でも、中田さんがハウスでバッて打ったんだよね。すごいね。もう、メジャーリーグ並みだよ。あれはありました。T でもバッと打ったの。どんだけ下手やねん。いや、ここが強いんですよ、腕が。腕っぷしが。いいっすよ。折ったの？折ってない。いや、折れた、折れた。あれ。こう、試合でこう、ガンって言って、スイング止めて、バットが、こっち行って、結局スイングになったんだよね。スイングになった。あれ、追い込まれた。こっちだったら大丈夫だったね、多分。こっちに乗ってたら大丈夫。さすがに遠心力でさ、ここで折れて、ここで止めてたらとんでもない。こう行ったからスイングで、あれがこっちだったら、ダイヤモンド外だったら多分ノースイング。ノースイング。ノースイング。でも、すらこっち行くんだ。いや、本当にもうこれもうよく話すんだけど、本当腕が折れたと思ったの。自分の腕が。折れてんの？ほんと T で。なんかね、ハイボール飲んでた。あれでも最初からやっぱ日々言ってたでしょ。わかんない。いや、普通折れないでしょ。いや、気づくでしょ。いやいや、気づかないでしょ。俺も田村のバット気づかなかったですよ。え、誰ですか、ピッチャー。すごいね。え、あ、俺、うん、俺、やっぱ、イラブ。イラブ。打てた？打てない。打てた？打てない。ゼロゼロゼロ。これはもう、デーブ得意だもん。ハマだった。速い球好きだった。じゃあ逆に、受けてて受けててすごかった。今中とかさ、あれすごかったの？本当は大したことないんじゃないかって。もちろん同じだって、うん、受けだって山本昌にしても今中にしても、うん、え、なんで打てないのっていうのがまあ、うん、実際途中で
今中が打てない原因が分かったのは、名古屋ドームで打てない、打ててない。うん、なんでさ、バックスクリーンがちっちゃくて、夏場になってくるとみんな白いの着るから、今中のカーブがバックスクリーンが見づらいんだ。あ、消えるの。神宮と一緒だ、コカ・コーラの看板。あ、そうだ、コカ・コーラやったら怒られるな。コ、コ、コーラね。そう。へー、なんかみんなこう構えるとき、こう入るようにしようかみたいな。でも、まあ、やっぱコントロールは良かったよね。この枠に入れるコントロール、そんなにとんでもないとこ来なかったから、うん、ちょっと微妙にまっすらしてたから、でも、みんな打てないよね。打てなかった。みんな特に巨人のバッターは全く打てない。ただ、10.8 時だっけ、やったときに、前の日に初めて癖が分かったの。今中の。まっすぐ見えたら、まっすぐ。なんか、まっすぐ消えたら、フォーク。それで村田新さんが、もう、村田新さんカーブ止まって、あれ、怪しい打ち方だったもんな。いけますか、村田新さん。言ってたんじゃないですか。あ、そうなんだ。そう、分かった。でも、あの年、名古屋球場で今中の成績、巨人戦、やばいよ。負けなしだよ。だから見えてないの、球が。だから分かれば見えるわ、今度。カーブとか、まっすぐか。まっすぐカーブ、フォークみたいなのしかないんだから。うん、確かに、ね。確かに。たまにスライダーぐらいのさ。うん、スライダーはね、ほとんどないから。ないでしょ。まっすぐ、えって投げたら、ピッてこうスライダーする感じだったから。めっちゃ打ちたんだから、みんな。癖がかかって。でも、あの時の中日は、だって、ドラゴンズ、あと、野口もいたでしょ。うん、あの時ね、俺らが勝ったと思ったのは、うちらは、マキさん行って、絶対性格が弱いから、2回持たねえんじゃねえか。案の定ダメだから。次、斎藤さんで、桑田って決めてたの。うん、で、中日が、山田菊とか来たの、普通に松井のところに、うんうんうん。あ、普通に戦うんですかと、こんな大事な試合を。あ、こいつ勝ったって全員思ったみたい。うん、いけるって。で、まあ、でも結果的に山田菊松井のホームラン打たれて、そうそうそう、あと佐藤秀樹だとか野中さん投げたんだけど、まあ、結局ゼロで抑えたの。そうだ、そうそうなの、そうなの。まあ一応仕事はしたんだけど、うん、でも山本昌は各元気が残ってたということで、うん、結構わーって。あれでもあの試合をさ、冷静に振り返って、あ、覚えてる？あんま覚えてない、覚えてない。なんか全員に聞いてもあまりにもみんな興奮してて試合展開が覚えてないの。だってあれ記録につければ両チームはしてエラーが多分10個以上ある。出てんだろうな。走塁ミスだとか、うん、飛び出し割るアウトカウント間違える、あ、そうだった、あった、ミスだらけだった、うん、ミスだらけ、うん、そんな試合前の日だから寝れてないからみんな、うん、俺も寝てなかったやっぱし。何の話ですか。え、話変えました。いいピッチャー。まあいいピッチャー。受けてて。うん、やっ、ああ川上健進かな。ああ、ね、すごかったな。総合的に。うん、あのなんかルーキーイヤーのイメージがものすごく強いし、うん、でずっと左ピッチャーばっかりだったから中日って、うん、あんまり右ピッチャーで外国人以外は先発いなかったから、うんうん、もう左王国だったから、うん、あの。ケンシが来た時もうすごかった、うん、あれデカ対戦ある？ケンシあるある、ヤクルトの時、うん、出た、打ってるら言ったが打ってないぐらい、あんまイメージない、うん、でもあのシュート来るじゃん、うん、絶対手出すから、うん、俺アホだからいやアホじゃない、いやアホ自分でアホって言っちゃう、アホ俺が言うから絶対手出すもん、あのシュート。だから受けててすごいの、受けてて総合的に楽だったのはもう斎藤正樹さん、ぶっちぎりで、あ、頭もいい、ツーラッシングになるじゃん、そう一球インコース放っときたいわけよ、うん、例えばブラックスとか、うん、首振られる、もうカーブで終わりにしたいないからって、あの人と斎藤正樹さんと山本昌さんだけじゃない、あんまりインコース投げなかったの、投げなかった。でちょっと、で俺がトレード行った時に、初めてトレード行った日に途中からマスクかぶれって言われたの。前の日、ファーストで俺、東南連携とかサインもプレーを入ってんのに、試合だとキャッチャーだったから、1個持ってったらよかった、みんな。で、守れってなって、サインも、まあ、1マスク2カブでみたいに決めて、で、インコースにヤクルト戦でシュートのサイン出したら、シンカー出したら首振るわけ。投げなかったの、結論は。なかったでしょ、斎藤さんの中でシュートが右にインコースないはずなの。で、マウンド行って、斎藤さんにお願いして、斎藤さんとってこれ何百試合の一試合かなんかだと思うんだけど、俺にとって最後かもわかんないから、逃げて打たれちゃうの、うちとか一回攻めてもらっちゃっていいですかって言ったら、悔いが残りたくないんだ。面白いこと言うのに、じゃあ、全部あの首振らないよって言ってインコースバンバン行き出したから、ヤクルトも来るちゃったんだ。ああ、そうだね。まさか来ると思ってる。いや、俺もインコースは、本当一球も来なかったもんな、斎藤さん。でも打てない。打てない。でもなんか、インコース来たら絶対振るもんね。うん。アホだもん。体に近いとこ、顔に近いとこは行ってまうもんね。ね、
それがたとえファールだろうなんだろうが。うん、かったね、手が届くとこは行くわ。どこでも届くじゃん。サードのさ、ファーストのベンチに届くじゃん。ね、ドンだからね。だからマサさんの時はもうめっちゃ楽だった。まあ、なんか打たれそうな雰囲気も漂うもんね。だってデカだって山本さんも大きいけど山本さんもおそ小さく見える。目の前にいるからね。また大きいのがいるし、まあ、中日は楽しかったよ。いや中日は楽しかった。いやでもオープン戦とかパ・リーグとかやるともうスコンスコン打つじゃん。近鉄なんで対中日戦なんで。いや打たない。だって山本さんは今のもう近鉄もスコンスコン打つもん。みんなパ・リーグがすごかった。でもパ・リーグバカですもん。いやもう関西3球団バカだもん。唯一オープン戦だけやりたくなかったパ・リーグ。もう白い物体来たらもうぶっ倒す。白い物体来たらしばけってやつな。もうボール半分の下叩けとかそういう理論じゃないから。見てる人分かってるかな。デカって大丈夫かな。分かってるこの人。まともなパリーグおかしいもんな。だからまずは妖怪かなっていう人間ではないんじゃないかはあると思う。それはもうこの風貌は、うん、で結構やんちゃしてる俺たちがブルってる感は分かると思う、うん、向こうの人も大丈夫かな。誰向こうの人見てる人たち。OB クラブじゃないの。OB クラブ。OB クラブ。OB クラブの仕事もちゃんとしてます。そうです。でも、はい、その守ってもらえる感じはあるじゃん。OB クラブも、うん、デカが出ると悪いものは入ってこないよ、うん、大丈夫もう入れない。だからもうシーサーみたいなのも沖縄で言うと、うん、デカがいれば全然神様だ。神様ゴッドです。ありがとうございます。